腰ですか、が痛くなって、うん、この首の硬いからグリグリレレレレレレ。はい、ストレッチ音楽に今日はいい男が来ましたね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前とご症状お願いします。カズマです。カズマさん、はい、はい、症状は腰の痛みと背中の痛みです。腰の痛みと背中の痛み、それがどんな感じで痛いんですか？3年ぐらい前から右の腰ですね、うん、が痛くなって、うん、自転車よく乗るんですけど、またげなくなっちゃって。またげない、え、こうできないってことですか？こうやって乗るんですけど、完全にお相撲ですか？どうする？もうお相撲の方に来てるし、お相撲が好きなんですか？あ、元力士です。お相撲さんだったんですか？そうです。だからどうしても今みたいにこういうなんかちょっとお相撲さんみたいなこういう感じで癖がついちゃってますかね。そんな癖つきます？自転車乗るときに捕まります。結構今できたじゃないですか。今その時より良くなってるんです。その時は腰だけだったのがどん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 上に上がっていって。え、どん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 上に上がって、それとも広がって、はい、どっちですか？広がってます。あ、広がってる。腰はずっと痛くて、お尻のあたりからひどい時はこっちまで、右だけ筋肉がこう張ってるんです。大きいんですね、左より。あ、本当ですね。これもともと、もともとじゃないと思います多分。ない。じゃあ足をこうやって上げるのが前にできなかった時にはその盛り上がってるところが痛いんですか？そうですね。 MRI も取ったんですけど、もう正常で。せめてヘルニアっていう原因が見つかればいいなと思ったんですけど、もう異常なしで返されました。そこから針治療とかいろんな治療行ったんですけど、ほぼ期待できる効果がなくて。なくて3年前からずっと痛みが続いてる感じが、はい、3年で結構長いですね。結構長いですね。もうこのまま一生痛いのかな、死んだ方がいいぐらいの痛みというか。そんなに辛いですか？ずっと痛くて。痛み止めとか飲んでるんですね。痛み止め飲んでたんですけど、あんまり意味がなく効かなくて。効かない。それは病院に行った痛み止め、自分で買った痛み止め。病院でもらった痛み止め効かないんだ。はい、病院ちょっと通ってるうちに整形外科に、若いからストレッチすれば治るよって言われて、でストレッチは毎日やってるんですけど。毎日やってるんですか？だってお相撲さんだからベタってつけたりするんでしょ？はい、柔らかいです。じゃあおかしいよね。そうですね、体硬いってことないじゃないですか。はい、今痛いんですか？今痛いです。仰向けで寝てるとパッと起きた時に、あ、痛いなと。その痛みは休みないんですか？ほとんどないですね。この3年はなかなかきついですね。結構きついですね。奥さんから見てあれですか、じゃあどういう印象というか、ずっと痛いわけじゃないですか。応募する時にも書いたんですけど、うん、本当にちょっと人間離れしてて。誰が？健康すぎて。健康的に？はい、精神的にも体力的にも強いというか、うん、そういう人が痛いっていうことを聞いたことがなかったので、これはちょっと普通の人では耐えられないぐらい痛いって本人も言うので、これちょっとおかしいなと思って、私もいろいろこう調べていたんですけど、さすがにもう打つ手がないなと思って、うん、思い切ってちょっと、まあ、応募してみたっていう感じ。かけるかけても全然、血だらけでも全然痛くない。手を切ってパックリ割れて骨まで痛から大丈夫とか。あ、なるほど。痛み強いですね、本当は。でもその背中の痛み痛い、痛いですよ、もうずっとこう24時間。あ、なるほど。それはちょっと耐え難い、はい、神経症状ってその症状だけ誰もなぜか手つけてないですよ。でも僕から見るとほとんどこういう症状の人ってみんなそうなんですよ。なんだそれと思いますよね。僕のなんか YouTube 見るとすごい不思議な感じじゃないですか。今までいろいろとこ行ってそのことがあった人が治った、はい、そこだけ見ると不思議なんですけど、僕から言わせると僕以外のところが全然何も変わってない昔から。っていうかこの症状の科じゃない、耳鼻科なのに歯医者行っちゃったみたいな。治ったら何がしたいかって言われたら何かありますか？治ったら趣味のロードバイクと庭の草むしりがしたいです。そこは相撲がしたいだろお前よ。相撲が踏みたいって言えよ。そこはこれがしたいって言ってないじゃねえかよ。なんだ草むしりって人生夢だよお前。相撲がしたいです。まあ小さな夢もその人にとっては大きいですから。お願いします。はい、この辺で痛いんです。じゃあこれですね、はい、この動きです、ね、痛い。この動きが一番痛いんです。これじゃないのか。この首の硬いからグリグリしてる。あ、助かい助かい。はい、首が硬いからここもストレッチしてる。よー。はい。チュル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 。痛いっす。あ。え？どうしたんですか？初めての痛さっす。頭痛いんですか？これはでも
ゆめと息子が楽しみにしてるテーレはいテーレレテーレレレテーレレテーレレレ我慢強いんでしょあなた我慢強く聞いとるお相撲さんやかなちょっとやすっとジャック事件って聞いとるお相撲さんに肋間神経やったる大げさな息止めてお腹膨らましますへこまします下ろしますよ3、2、1ほい手でしてると思いますはいどうぞお痛くない痛くないおかしゃー全然痛くないですよいスタートあ全然違いますどうですか今感じ的には背中も軽くなって軽くなってますね、はい、椅子から帽子取った時はだいぶ軽くなってます軽くなってますはいということはもう神経症状決定です決定で肋間神経のここですねさっき言った、はい、上位肋間まあ、6番あたりなんですけどの神経膏薬による神経症状の痛みですだから MRI やってもレントゲン取っても CT スキャンやったかどうか分かりませんけどこれには神経は映らないです映らないから誰も分からないですただそれだけのことなんですよこれだけね何でも長年悩んでもう死んじゃおうかなぐらいのね悩みというのは実はこれが医学の穴でレントゲン MRI っていうのは神経が映らないでも彼は神経が痛かったんだもんね、はあ、誰も全然分かるわけないじゃないですか分かんないです誰も分からないってことは治し方も分からないってことですよそれをね神経症状を治す神経モビライゼーションまあ僕ら神経系ストレッチって言ってますけどこれは実は昔の80年前からあるんですよこれが広まってないからこういう症状治せないけど本来この神経のストレッチっていうのはこういう症状治すのがめちゃめちゃ得意なんですよやられた後今はいい感じでしょ全然違いますね光が見えたでしょ、はい、ありがとうございますあ、またねはい、ストレッチの医学に金子とカズマですはい、ありがとうございましたやっしゃーどすこいどすこいでよ今年もやります2024年神経系ストレッチフランチャイズ大募集です去年から始まりました金子がいつも YouTube でやってる神経系ストレッチの技術これをフランチャイズで皆さんにお配りしますそして去年入った人はなんとですねもともと整体やってた人売り上げ3倍ですそして神戸のバイソンの人たちもみんな大活躍です日頃患者さん見ても治しきれない今一つ成果が出ないって言ってる方もしくはもっといろんな人を助けたいって思いのある方 PT、OT、柔道整復師、鍼灸師、ナースいろんな医療従事者の力を合わせるこの神経系ストレッチをぜひ全国に広めていただきたいですもう見ての通り僕の YouTube には重症の慢性疼痛の方がたくさん来ますこれ皆さんの力でもっと助けていきましょうそのために僕らこのフランチャイズで皆さんに神経ストレッチを伝授したいと思いますので興味があるという方は1月21日説明会やります行ってみたいなと今思った方下の概要欄から LINE の登録をよろしくどうぞそれでははい金子たらしが開発した美姿勢教材 S 帯これね最新の進化バージョン幕開けにて販売中です皆さんが気になってる下っ腹とか姿勢とか腰痛とかこれね腹部に圧をかけることによって全て解消されるんですよもちろん姿勢も良くなるんですだから僕が考えたこの S 帯これがねめちゃめちゃ伸びるわけこの伸びるのと筋肉の伸び縮みと両方組み合わせることによって自分の体がキュッとなるのでこれぜひ体験したい人はしてください皆さんの体変わると思います詳しくは概要欄から見てくださいそれでは